オプス -14 は三菱電機製の二次元レーダー。主として海上自衛隊の自衛艦に対空捜索レーダーとして搭載される。なお本機を含めた海上自衛隊の電子機器の型番はアメリカ軍の軍用電子機器の命名規則におおむね基づいているが、一文字目のみは米軍式では S が付けられるべきところをお船ないし艦載用をもじった王とされている。 本機の場合は、水上船舶搭載のレーダー、探知用、距離方位測定用、捜索用ということになる。背面からの写真、1950年代初頭、日本では春風型護衛艦への搭載用として、アメリカ合衆国より、軍事援助計画に基づいて、案、SPS-6 を入手し、 これをもとに国産化した OPS-1 を開発して、初代秋月型護衛艦などに搭載していた。また、綾波型護衛艦では、アン・ s p s 6の改良型であるアン・ s p s 1 2が搭載され、この技術も後に OPS-1 にバックフィットされた。さらに後には、椅子型護衛艦に搭載するため、送受信機は同一でアンテナを小型化した o p s にも開発された。 PV-2 を目標とした場合の最大探知距離は OPS-2 で50回入りであった。本機はこの OPS-1 にファミリーを発展させて開発された。本機はオールトランジスタ化されており、アンテナとしては典型的な個性感と事情、特性成形ビームアンテナを採用している。XM 成功上のため周波数アジリティ方式も導入された。 搭載は昭和42年度計画艦より開始され、その初採用例8個語型護衛艦となった。昭和48年度計画艦からは、移動目標検出技術を導入して、クラッター抑圧性能を強化した OPS-14B に切り替えられている。また発信機は従来はマグネトロンが用いられていたが、OPS-14C では、パルス圧縮技術の導入に伴いクライストロンに、 変更され、イクセム能力などが強化された。42年に続いて、高型警備艦でも導入され初雪型では、オプスマイナス 14B が、またその発展型の浅い、これは、同期が 52DD 搭載のシースパローアイビプドムズにマッチした性能を備えており、またヘリコプター搭載護衛艦及び、ミサイル護衛艦とのレーダー捜索範囲の明確化を、図る意味もあって導入されたものであり、 基本的には、性能、信頼性ともに満足しうるものであった。しかし従来の DD で搭載されていた OPS-11 と比べると、総発爆撃機に対する最大探知距離は、半分程度に止まっており、単独行動時の対空警戒能力としては、不安が残る面があった。このため、昭和60年度計画以降の DD では、しかしそれ以降も乙型警備官や、その他警備官、 補助艦への搭載は継続されている。また変わったところでは、海上保安庁が、プルトニウム運搬船護栄養として、平成2年度予算で建造した、ヘリコプター2機搭載型巡視船、敷島でも、ヘリコプターなどを用いたテロ攻撃への警戒のために、本機種が搭載されている。磯行きでの搭載要領、ありがとうございます。